はい、今日もビットコインに関わるところの大きいニュースが出てきたんで、それをちょっと紹介するんですが、正直現物のビットコインの ETF がブラックロックによって提出されたっていうニュースがめっちゃバズってマーケットも盛り上がったわけですけど、正直ね、それと同じくらい盛り上がってもいいんじゃないかなと思ったニュースが出てきたんですよね。で、今日はそれを自分素人なりに勉強して、ブレイクダウンして、みんなにちょっとシェアしていきたいなと思うんですけど、で、何かというと、アメリカの上場企業向けの会計のルールが変わって、アメリカの上場企業がよりたくさんビットコインを買いやすくなったっていうニュースがあるんですよ。で、それをちょっと紹介するんですが、まずちょっと背景を言うと、アメリカの上場企業ってめちゃくちゃこれだけたくさんいるんですよね。だけど、じゃビットコイン持ってる会社ってこの中でどんだけあるかっていうと、十数とか、なんかすごく少ないんですよ。十数社とかしかないらしくて。でもなんかそれって比率的におかしくないですか？だってアメリカで言うと、マイクロストラテジーとか、なんかマイニングの会社とか、コインベースとか、ビットコインたくさん持ってるわけじゃないですか。テスラとかも持ってますよね。だけど、実は全然それ以外は持ってないっていうのが、現実なんですよね。じゃあ何でなのかっていうと、会計のルールに問題がありましたと。で、じゃあ具体的に、じゃあそれが何なのかっていうと、もともと GAAP っていうルールがありました。で、基本それによって上場企業はルールにのっとって会計をしていくわけですけど、じゃあそれを作ってるところっていうのが、ファイナンシャルアカウンティングスタンダードボードっていうところが、そのルールを作ってるわけみたいなんですよね。で、そこがちょっとルールを今回変えましたということなんですけど、もともと古いルールで言うと、めっちゃビットコインを買いづらかったらしいんですよ。っていうのが、まず一つが、公正な価値での、ビットコインでのこの帳簿に残すことができなかったっていうことみたいで、具体的に言うと、例えばね、じゃビットコイン買いました、4万ドルで買いました、で、それが半分になって 2万ドルになっちゃったってなったら、別に普通アセットの価値が下がってるだけで、別にでも売ってないから損失はないじゃないですか。だけど、今のルール上、インタンジブルアセットっていうカテゴリーに入っちゃっていて、そのカテゴリーの中だと、別に損切りしてないのに、4万ドルが2万ドルになったら、2万ドルの損が出たよねということで、損をレポートしなきゃいけないらしいんですよ。ってなると、そうなると、本業と、本業で利益出てても、それがビットコインのロスで相殺されちゃうみたいなことが結構起きて、でちゃんと時間を取っていろいろ見ていかないと、どこで利益が出て損失が出てるかっていうのを、判断しづらい状況みたいなんですよね。でもっと言うと、例えば4万ドルで買ったものが下がってくる、じゃでもそれ上がったらいいでしょって思うじゃないですか。でも上がってもそのマイナスを相殺できないんですよね。なんか下がったら下がっただけ、それでレコードしなきゃいけないみたいで、記録をしなきゃいけないみたいで、上がってもそれを消すことができないっていう、非常にめんどくさいルールがあったので、上場企業からするとめっちゃめんどくさいと。じゃあ具体的に、じゃあなんでめんどくさいかというと、パッと見た時にすっげえ損失、本業うまくいっててもビットコインで損失出てるとめっちゃ赤字出てる会社みたいに見えちゃうわけですよね。で、マイクロストラテジーのニュース見てもらうと分かるんですけど、去年の8月とかに900ミリオン US ドルの、その損インペアメントという、損失が出たみたいな、ヘッドラインが流れるわけですよ。で、なんでそれ流れるかというと、パッと見そういった会計上ごっちゃにしなきゃいけなくて、ロスをレポートしなきゃいけないんで、そういったことになると。で、実際中身を見ていくと、別に損切りしてないよね、ちゃんと本業でお金稼いでるように大丈夫だよねって分かるんだけど、ヘッドラインだけ見るとすごいネガティブですよね。じゃヘッドラインがネガティブなもので出ると株価下がるじゃないですか。印象も悪くなりますよね。投資家もつかなくなったりとかするから、非常にめんどくさい問題になるというものが、結構大きい問題で、買いたくても買えないよみたいな人が、状況になってたと。で、特にアメリカの上場企業って、オーナー社長、そのファウンダーみたいな人ってすごく少なくて、全体のもうなんか数パーセントみたいな会社しか、オーナーさんじゃないと、大体みんな雇われ社長ですと。別に株もたくさん持ってないし、普通にただ雇われてるだけの社長さんっていう人からすると、彼らの基本的なゴールとしてはコントロールもできないし、基本株価を上げることにしかフォーカスできないわけですよね。KPI は株価を上げることだと。CFO もそうなわけですね。で、そこうまくできないと、じゃあクビになった時とか、次のキャリアの時に、変なレッテルを貼られて、転職できないみたいなこともあり得るから。で、今の状況で言うと、雇われ社長でね、その株価を上げなきゃいけないけど、変なビットコイン買っちゃって 75% 落ちましたとかなると、すげえ損失出たっていう、なんかニュースも出て、
で、転職するときにも、あの人なんかめっちゃ赤字出した人だ、あの CFO やばい人だみたいなことにもなるし、まあその個人のレベルでも、まあ、なかなかそんなリスクをしたくないっていう人も結構多いらしいんですよね。で、今回これがじゃあ変わりましたと。じゃあどうなるかっていうと、まあ、フェアバリューで公正な価値で、実際にこうバランスシートにビットコインを載せることができると。つまり別に、まあ、下がったら下がったでアセットが、ね、半分になったよっていうのはレポートすればいいし、でもそれが上がれば別にそれはゲインとして上げればいいしみたいなことで、まあ、その時の時価で、まあ、純粋に評価していけばいいよねっていうことで、あとはアセットとその本業との区分けっていうのも、まあ、ちゃんと分かりやすくなるので、あの 変な、まあ、ネガティブなヘッドラインが出なくなるようになるとってなると、じゃあ上場企業としても買いやすいよねっていうことですよね。で、このルールっていうのが、来年の11月の15日から、上場企業でもう全て義務になるみたいなんで、そういった意味では来年以降、来年の11月以降、つまり2025年以降はめちゃくちゃアメリカの上場企業がもしかしたら、ね、買いやすい状況になってくるかもしれないと。で、たまたまですけど2024年の春ぐらいに半減期来るんですけど、だいたい半減期から1年後ぐらいにブルマーケットが始まるっていう、まあ、通例があるんですよね。なると2025年の、まあ、春ぐらいにはブルマーケットが始まるんじゃないかと。で、そこに合わせてそれもちょっと前に上場企業がめちゃくちゃ買おうと思ったら買えるような状況になってきてるんで、そういった意味ではすごい、なんだろうな、影響が、いい影響がありそうですよね。で、ちなみにじゃあアメリカの上場企業ってじゃあ本当に買うのかと、で買うだけのお金持ってるのかっていう意味で言うとめっちゃ持ってるんですよ。っていうのが、今 CNBC のニュースとかを見ていくと、大体アメリカの上場企業って、まあ、2兆ドル以上のキャッシュを持ってるっていうふうに言われてるんですよね、現金を。で、それをただリザーブとして持ってて なんかのために使うってことですけど、で2兆ドルってすごいわけじゃないですか。特にアップルとかめちゃくちゃキャッシュ持ってるんですよね。で、じゃあ彼らが本当にキャッシュを持ちたいかって思うと別にそんなはずないんですよ。なぜならめちゃくちゃインフレで価値が減ってるのは分かってるから。ちなみに中央銀行がめちゃくちゃお金を吸いすぎて2020年からだからもう過去3年ですよ、過去3年でどれだけの購買力が落ちたかっていうと、ドルの価値が3年間過去3年間で 15% 以上落ちてるんですよね。そうなんで、もともと2020年にじゃあ2兆ドル会社でお金がアメリカにキャッシュがあるとすると、今その価値って 1.7 兆ドルとかになってるんですよ。3兆ドルがたったの3年で吹っ飛ぶっていうのがもうデータの中で分かっていて、で、まあ、それもすぐには止まらないなってことも分かってるわけで、特に CFO からなんかしたら目の前でもうお金が溶けているのが分かるんで、じゃあどういうふうにそれを資産管理しなきゃっていうのは考えてるはずじゃないですか。だけど今まではビットコインは買えなかった、なぜならそういうルールがめんどくさいから。だけどそれが変わってくるから、そういった意味ではもしかしたらね、一部の上場企業がビットコインを買い始めるかもしれないですね。で、例えばですけど上場企業のまあ、例えばじゃあその2兆ドルの 5% をビットコインに変えたいっていう人たちが出てきたとすると、それだけでも100ビリオン US ドルあるんですよね。で、100ビリオン US ドルって、まあ、時価総額で言うと今ビットコインって500ビリオンしかないので、それだけでもすごい額じゃないですか。で、イーサリアムなんかで言っても、まあ、200ビリオンもないから、まあ、それだけ大きい金額ですよね。で、それが流れてきたらめちゃくちゃビットコイン上がるんじゃないかっていうことも、まあ、予想されて、でおそらく買われるアセットとしてはビットコインがほとんどになると思うんですよ。なぜなら規制が明らかになってるから。イーサリアムとか例えば XRB って、まあ、最近いろんな地裁とかの判決とか出てますけど、まだ最高裁での判決って出てないから今後どうなるか分かんないよねっていうものもあって、あと分散化もされてないし、だったらビットコイン買った方がいいよねって思う人多いはずなんで、まあ、ほとんどのお金はビットコインに流れるだろうなっていうことが言われてると。なんで半減期も終わってちょうどブルマーケットが始まるタイミングで、何百ビリオンっていうお金がねビットコインに流れて、もともとブルマーケット入りやすいタイミングの時に機関投資家ががっつり入って、しかもその時にはブラックロックに ETF もあり、ありとあらゆる市場の参加者がリテールから機関投資家から入ってきて、とんでもない価格に飛んでいくというシナリオももしかしたらねあるかもしれないですね。なので非常にこれから1年間めちゃくちゃ大きいファンダメンタル、もうルールからいろいろ変わってくるところもあるんで、またねちょっといろいろ変化があり次第ねレポートしていきたいと思います。ということで、まあ今日はねこの辺で終わりますが、ぜひいいなと思ったらいいね、チャンネル登録、ベル通知、ここら辺にあると思うんでお願いします。あとは市場の相場系のね話は勝が動画作ってくれたので、ぜひそっちも見てみてください。
2時間分のチュートリアルも、相場系のトレーディングのね、ゼロから始めるトレーディングもやってるんで、ぜひ見てみてください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。ではでは。